こんにちは、スケイトムです。こんばんは、ふみです。今日はね、もうね、解散。今日のお題はスプリットが出て、さらに取るまで帰れません。だから故意にスプリット出しに行かないといけない、まずはね。だけど、その後自分でカバーしないといけない。とりあえず、ふみのね、アジャストでね、故意に割ってもらってカバーしてもらう。痛い。 OK? 頑張ります。ダメじゃん、すぐ決めちゃうもう、まあでも楽しみだね。はい、ってことでお願いします。お願いします。いやこれ1時間コースでしょ。さっきすぐ終わっちゃダメだよって言ったからちょっとあ、素敵あ、これさ、俺らも過去にやってるけど、まあまあストライク続くからね。上手い人の投球って見てただけで楽しいね。楽しい、本当に。待ってくれ早速終わったよ。うまかった今。すごない？7番ピンうまいよ、大丈夫？そうだ、7番ピンの神や。すげー。あー、取れたと思った。いや、今いけたと思った。7番ピンは取れてたよ。変えれないんじゃない？狙いはいいね。流された。厚めの厚め、どっちを狙ってるんですか？厚めやろ。厚め厚めって一体何ですか？俺薄めって言いたかったんだよ。厚めじゃなくて薄めって。そしたら厚めって言ってもういいとこ取り。だから厚めって言った方がいいよ。もうどっちどっちでもなるから。そうそうそう。うわ、うまっ。これでも結構むずいよね。終わるか。これで終わっても一応さ、5分だからね今。これ取れたらかっこいい。これはむずいだろ。むずいだろ。おお。帰れないんじゃないこれ。いやいや。惜しかったね。ベビー惜しかったね。フミには悪いけど、すごい球見れて俺らは楽しいよ。はい、ナイスタイク。お、ライン変えた。おい、ダメだ。いいよ、なんかフミが首かしげてくれてるから嬉しいわ。うわー、待って、薄めでも倒れる。パワーが違う。ボールチェンジしよう。あの、長くかかりすぎたら怒れるでしょ。ブーブー言う。はい、ストライク。体がストライク出ちゃうよね。おお、やっと出た。これむずいよ。うまい。うわー、今いけたと。俺ね、モニターで見てるんだよ。もう超、もうちょいだからね。これ終わり？終わらん。お、ナイスタイク。インサイドからでもアウトサイドからでもナイスタイクです。何やってもダメだ。風味選手。ナイスライク。寄っても寄っても倒れるっていう。すごいよな。やっと来た。じゃあ狙って出すってむずいからね。これいいネタ持ってきたやろ。これからストライク出さない感じでいく。うまっ。うわぁ、終わらないこれ。本当に帰れないねこれ。
った割っちゃ、割ってるように見えるんだけど1番ピンがあるんで、これノーガンです。うわー、狙いはいいね、狙いはすごいいいね。もう謎めいたのが残り始めてきた。視聴者的にはね、フルコース食べてる。ああそうだね、贅沢だよ。こっちはもう疲れてますけど。素晴らしい。今2ゲームぐらい投げてん。投げてる。何でもありです。どうやったら出ますか。助っ人行くか、俺もやるか、取られて。じゃあどっちかが取るまで協力プレイでいきましょうか。じゃあふみさん次お願いします。これで出したら怒るよ。トモリン片付けちゃったんだよ。久々だからちょっとゆっくり行こうね。ゆっくりで割ろう。フィジックスいいボールやな。うーわ、うわ、ストライクしか出ないよ。ストライクしか出ないよね。ストライクラッシュやん。あれ、企画がだんだん分からなくなってきたけど、どういうやつだったっけ。やっと出た。これはもういっちゃって、お願いします。うわ、取れない。うわー、今のよかった。むずいですな。やっと出た。終わる、これで。これチャンスやん。決めちゃってもらえますか。惜しい。じゃああと5球で、今日はちょっと時間の関係もあるんで、またこれちょっと時間の時にリベンジ。ああいうのはいらない。でもああいうのはいらない。あのね、できれば残してほしい。体がね、体がもうストライクになっちゃうんだろうね。ぶっ通したかね、今もう30分ぐらい経った。あ、もう30分ぐらいぶっ通しで。ウィンちゃん。これもうなんかピンなくなったんじゃん、全部。出されたわ、今。ラスト1球。その1球はストライクですか。違います、内容変わってます。ラスト決まってもらいましょう。これ決めたらやばいね、 YouTuber やね。ストライク、ストライクじゃない、違う違う違う、内容変わってますから。ちょっと、はい。メッセンジャーのストライク。
お疲れ様です。お疲れ様です。なんか投げ放題やったんすか。投げ放題やった。いやー、じゃあ今回の企画はね、またちょっと時間の都合上ね、あの失敗ということで、ストレート出しすぎ、だって倒れるんだ。もうね、何でも倒れるね。もう幅出そうが絞ろうが扱ろうが、もうピンが粉砕。じゃあ今度からストライクの企画で。フーミーはストライクじゃない企画の方がいいと思う。先のことだよ。そうそうそう、今日はいい感じに取れた。いやー、まあでもね、惜しいのも何回かあったし、まあ、逆にね、平行ピンみたいな取り方もしてたんで、すごいなって違う意味でね、思ったんで、今度はちょっと成功してもらいたいと思うんで、次またお願いします。お願いします。はい、今回はね、ちょっと残念ながら失敗です。でも楽しんでたよね。楽しんでた。楽しんでた。いっぱい休めたし楽しかった。はい、ってことで、この動画がね、面白かったらですね、ぜひね、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また下のね、アラームボタンチェックと、インスタ、ツイッターもやってるんで、フォローの方もお願いします。また配信します。帰ってましょう。バイバイ。